お風呂場。お風呂場です。さあ、どんな感じだ？おお。ここにゼルダも入ってんのか。うん。よし。堪能した。てか、すごいな、俺。もうなんか、プライバシーのかけらもないような風呂場だけど、ここは。おなんで？いや、まあ、当然か。あ、ホーネル先生。あ、ホーネル。あ、ホーネル。校長。あ、校長。校長。ちょっと、俺、なんかいじめられてます、僕。リンク、ロフトバード見つかったか。何、バドが悪ガキめ。困ったものよな。完全にあれ、定額なんですけど。退学か。校長先生、もしそれが本当なら、かえって都合がいいかもしれませんよ。自分が蒔いた種ですから、それで儀式のスタートが遅れても彼は文句言えない。俺の責任なのこれ。いや、完全に100ゼロであいつらが悪いでしょ。それもそうよなって、お前。こうやっていじめが生まれるんですね。はい。リンク、事の次第は聞いての通り、お前は心配せずにオルトバトを探すのだ。こうやっていじめがね、どんどん蔓延していって、取り返しのつかないことになるんですよ。ねえ、これ見てる、ね、教員の皆さん、ちゃんとね、生徒の声に耳を傾けてください。僕から言いたいのはそれだけです。探すっつっても絶対あれでしょ。あそこでしょ。木のところでしょ。こいつの、このバドの部屋で、こいつのちょっと部屋、細工しとこうぜ。なんか下剤とか入れてさ、今日の儀式の時にちょっと、ぶちまけさせようぜ。はぁちょっと、あ何発音、気をつけなさい。我々騎士団レスキューがいるからって気を抜かないように、いいね。あ、こういうのがあるんだ。ごめんなさい。なんかちょっと勢い余っただけなんだって。ごめんね。はい。おい、あキコは、リンク君。キコは、こっち。お前ちょっとなんか剣くれないか。君のロクトワードのことで話があるんだ。ちょっとここまでおいでよ。よし、先輩にちょっと助けてもらおう。かっこいいね。いや、リンク君、ちょうどよかった。君を探してたんだ。君のロクトバードがいなくなったって聞いて、僕なりに調べてみたんだ。その話を聞いたセバスン君の様子がお前、知ってたよ、お前。ごめん。前から言わなくちゃって思ったんだけど、僕が言ったってバドに知られたら、恐怖政治ですね。彼はどうやらバド君に口止めされてたみたいなんだ。ほら、もう正直言ってごらんよ。ちょっと前に僕が食堂の掃除をしてたら、バドたちが3人でやってきて、僕には気づかずにリンクのロクトバードを隠しちゃおうって。相談を始めたんだ。僕、このことをリンクに知らせようと思って、食堂を抜け出そうとしたら、バドたちに見つかって、このことをリンクに話したら、二度と取りに乗れなくしてやるって。すげえな。そんな能力持ってないあいつ。どうやらバド君たちは、君の鳥を捕まえて、滝のあたりに、いや、滝来たよ。滝のあたりでいてよ。ちょっと地図を貸してごらんよ。いや、もう分かってる。ほら、バスのとこだよ。うん。さっき見たね。ごめんよ、リンク。僕が読みしたのばかりで、本当にごめん。お前は悪くない。あのクソ野郎を俺は絶対に許さない。行くだけでいいのこれ。あ、さっきこの剣道場に騎士長先生が入っていかれたから剣を借りていったらどうだ。それを先に言えよ、お前。それ聞かずに行ったら、二度でもなんだから。お、いいね。風たくにもこういうとこあったよね。ちょっと剣ください。イーグルス。今日は鳥の雪だったのに、こんな時も剣の練習か。感心。リンクは剣とか使ってる方が楽しいってことか。はい。いや、私はしばらくここにいるから、剣のことで分からないことがある何でも聞いてくれ。あ、奥の部屋に行けってこと。おお、ある。来た。今日の初エバラ。ゴンダレ練習用の剣を手に入れたが、この戦闘が、練習用に使う剣。そこそこの切れ味。OK。これで、剣ゲット。さあ、普通の剣ですが、これがあれば、あれを切れると。ちょっと練習しよっか。お願いします。で、振りたい方向に剣を振るということだけ常に心がけよう。縦に振る、縦。OK。おお、回転切り。すべての丸切れたら大技を試すことができる。お、来た。これですよ。今回の醍醐味。この剣を振る動作。結構これ振んないと反応してくんねえな。お ZL 押して OK。 横立てだけ。あ、斜めある。これちょっと結構むずいぞ。縦、斜め、OK。マイクにこれちょっと、あれしちゃうかもしれない。これなんかジャンプ切りない、ジャンプ切り。練習の丸太。ああ、吹っ飛ばされるか。これは月。ん？起きた。OK。むずいな、これ。ほい。あ、ほい。OK。完全にこれマイクに当たる設計なんだけど。お。これ斜めが超むずい。あ、来た。見事なリンク。ちょっと、見事かな。お前の件数じゃいつ見ても大したものだな。教えがいがあって私も嬉しい。回転切りお願いします。ちょっと斜めやられたらきついな。ではこれからお前の周りを丸立てかもからその場を動かずに回転切りをしてみる。おお、すげえ。どっからできたこれ。すげえな。同時に横に振る。おお、お見事と。スパッと気持ちよく決まったな。仕上げにとどめを試してみる。はい。とどめ。敵がダウンした時にジェットエルと注目しながら、相手に飛びかかりとどめ刺す。これを横切り用の丸太を切って、吹き飛んでダウンした丸太に向かって繰り出してみよう。はい。ん？こう。おお！回転技術と一緒か。素晴らしい。とどめは回転、縦や回転切りが決まって敵が吹っ飛んでダウンした時に有効となる技だな。だから実戦には敵がダウンしてる道が短いから素早くとどめを刺す。OK。ちょっとやばいな。これ大丈夫かな、俺。斜めがクソむずい剣について。下からの斜めもいけるのかな。ってことは、あ、いけるいけるいける。おー、なるほど。いや、頑張る俺。剣は、道場外に持ち出し禁止なはず。黙って持ち出そうとするのは何事だ。いや、カクカクしかじかなんだよ。そう、行方不明。そういうことなら仕方ないが、この平和なスカイロフトでは、騎士以外は剣を持ってはいけない決まりだ。外に乱れに剣を振って振り回せずに、そこの丸太で十分に練習して、ここぞという時に使える。いいな。それ振りですか？お使えっていう振りですか？外で。チャンバラしますよ、僕。俺、荒いからな。俺、荒いから気をつけてね、みんな。ほらほら荒いでしょ、俺。俺、荒いでしょ。若干、プロコンにしようか迷うレベルになってる。結構ね、モーションセンサー難しいよ、これ。やってみればわかるけど。これ、慣れかもしんないけど、斜めがね、結構、出ない時があるから、そこだけ気をつけたいな。あ、これ切れんじゃないこれ。ほら、さあ、行こっか。初ダンジョン的な感じ？さあ、怪しい雰囲気が。おい！どうやって本当にあいつら、ロフトバードをここまで連れ込んだんだろう。これいける？あれ？あ、いけた。なんだ。結構シビアだな。さあ、滝の裏への洞窟。行こうか。いるね、キースが。早速、回転切りを。あ、いる。ほら、これ見たことか。これが俺の力だ。さあ、あ、チチュー。チチューも、スキーと。え？なんか今、こいつ、あれなんか、一発で知らないのか。ぴょぴょした塊を手に入れた。見た目は気持ち悪いけど、なんちゃらかんちゃら。なんか素材があるのか。今後なんかね、大事にしてるんだ。あ、落とさない。確定じゃないか。上にいる。はっ、一発で倒せないの結構きついな、キース。キースなんか一発で倒せるイメージしかないんだけど。お前、硬えな、意外と。なんか今、すごい気しなかった。縦になんか、縦には回転しなかった、今。あ、回転切りもあれなんだ。スタミナなくなっちゃうんだ。了解です。あんまり対応できないな。お、すげえ、今。これ、抜刀した状態で回転切り打つと、なんか縦回転になるとかそういうこと？お、魔物の爪。アダス。あ、違うか。何なんだろう、あの縦回転。あ、見つけた。ルピーも120っすよ、僕。いいっすか、こんなに。もらっちゃって。あ、やっぱりそうだ。横だと、こうじゃん。縦だと、ここう。ああ、なるほど。斜めもあんのかね。斜めない。ないっぽいな。で、疲れるとこうなると。オッケー。さあ、助かるかな、これで。ロクトバード。あ、こっちか。リンクゼルダ。見つかったよ。多分この先だ。やっぱりリンクだった。あなたが滝のあたりに行ったって聞いて空から探してたの。どう？あなたのロフトバード見つかった？そっか。でもこの先はバルたちがよく遊んでた場所だって聞いたわ。行ってみましょう。バルたちこんな危険な場所にいたんだな。ようやるわ、あいつら。誰か呼んでる。ちょっと待って。そんななんか、電波少女みたいなこと言わないで。ごめんなさい。さあ行ってみましょう。ちょっとなんか怖いな。急になんか聞こえるとか言ってくる女の子。闇がある。さあ。あ、見つけた。どうやってこれやったんだろうな、本当に。それの術を教えてくれ。リンクのロフトバード。さあ。これを壊せばいい。よし。まずはタブ。オッケー。で、これ紐だね。で、ここは、斜め。もう一回か。オッケー。で、ここを横で斜めうまいな俺。早速もうものにしてるよ俺。あ、これが紅族のロフトバード。かっこいいね。やっぱ赤っていうよね。すげえ。オーラついてる。で、ああいいね。俺のペットだ。お、行くか。さあ、リンク。鳥の湯の議論を会場に急ぎましょう。早速、あの子に乗って。もう行きますか。俺も乗りてえよ。ねえ、リンク。今の呼び声聞こえた？何が聞こえるの？神の力に目覚めたか。最近よくあるのは誰かが私を呼んでるような気がすること。リンク、雲の下ってどんなんだろうって考えたことある？なんか進撃の巨人みたいなこと言うね。みんなはこの下には何もない。虚無の世界だって言うけど、私は違うんじゃないかって思う。お父様が持ってる古文書にはね、スカイロフトよりもずっと広い大地と呼ばれる場所が、のことが書かれてる。調べた人は誰もいない。ロフトバードだって熱い雲に阻まれて抜けられない。そんなに熱いのこれ。でも、私いつかあの雲の下を行ってみたい。この酸素濃度すごい低そうだね。ごめんね。こんな時に変な話をして。さあ行きましょう。ほら、あの子もリンクを待ってるわ。OK。下を押せばいいんだな。待ってろ。行け。さあ、ここから鳥乗りの木の練習が始まると。ここでね、しっかりと、ごめん。連打した。もうちょっと景色を楽しむべきだった。さあ、乗って、来た。これ、ジャイロ使う系？ジャイロ使ってるね、これ多分。使ってない？あれ？わかんない。スティックじゃ移動できる？わかんない。どうしよう。上下はすごいいけるね。調子を見ておきましょう。はい。上下左右自由に飛ぶ方向を指示できる。上に頭を向けると、スピードがだんだん落ちてから、上に頭を向ける。トップスピードを上げたいときは、上昇して十分に高度を上げてから頭を下げて加工するとスピードになる。上昇してから頭を下に向ける。いい。これがスピードアップの基本。なんかちょっと落ちそうだけど大丈夫。不穏なんだけど、これ。どんどん下がってないこれ。あ、こういうことか。振るんだね。あー、なるほど。大変だな、これ。加速して何かにアタックしたり減速もできるから試してみて。お、これ、速くなってる、これ。おお、速い。この岩に。うわ、6つこれ。いけ！あ、当たんないで、当たんなかった。アタックでも、なんだ、アタック、あれかな。馬でいう拍車みたいな感じか。これで狙い定めてアタックみたいな。そういう感じか。お、ちょっと心配したけど、その子全然大丈夫みたいね。じゃあお父さんたち頑張ってるから急ぎましょう。うん。大丈夫かな俺。まだジャイロに慣れてないんだけど、このプロコンじゃなくてジョイコンの。あんなことがあったのに、やっぱりあなたのソフトバードはすごいわ。このことはお父様に知らせてくるわね。ありがとう。お前、本当に、まあ俺この件でお前の脳をぶっ刺してるよ、お前。よ、リンク。なんだおめえのチキン見つかったんだって。でもよ、おかげで待たされた俺たちは朝から整えてきたコンディションがガタガタだぞ。たく、なんでお前だけいつも特別扱いなんだ。ただのぼんやり野郎のくせによ。お前のせいでこうなったんだぞ。自業自得だよ。だいたいお前は今ゼルダと一緒にここに来ちゃダメで、そればっかだな。お前は女と一緒じゃないと何もできないのか。僕、ゼルダちゃんと仲良しです。幼なじみのお似合いカップルです。って自慢か？ああ、自慢なのか！怒ってるね。バルさん、普段はゼルダは必ず俺の嫁にしていつも一緒にいるんだってな。こいつらちょっとあれだな。あまり慕ってないな、このバドのこと。まあ、しかしあれなんだな。この儀式で優勝したやつが、女神役からゼルダからもらえるパラショールは俺様がいただきた。来た、パラショール。パラセールでしょ、多分、滑空できる。しかもそれがゼルダの手作りだってんだから、逃すわけにはいかねえ。あのゼルダは羽織ってる。パラショール。あれが俺だ。気持ち悪いな。いい香りだろうな。ククク。その上優勝したら女神像の上で儀式。二人っきりの自意識。邪魔する者はいねえ。お前そんな下心丸出しだからお前モテねえんだよ。最高の場所で俺様とゼルダは。むふ、むふふふ。うわ、今ちょっと見た。鼻の、うわ。鼻の下が伸びてる。バルさん、後ろ。何？なんだよ、うるせえな。あ、見られちゃった。一番好きな人に見られたくないとこ見ちゃったね。まだ、あれだ。また SE が来たね。私はあなたが何？邪魔者がいないから何なの？まあなんだリンク、お前も鳥が見つかってよかったね。今日は正々堂々勝負したよ。じゃあ後で外れた。俺の優勝を目に焼き付けておくよ。こんな集大さらしてまだお前どやれんのすげえわ逆に。そのメンタル俺にくれ。バドさん待って。さあ早くやろうぜ、鳥乗り。リンク、あんな人たちの言うことなんか気にしないで。今日は精一杯頑張ってね。私信じてから約束よ。うん。二人っきり、うん、もうリンクまでここは照れるんだな。何を見せられてるの俺は。こんな時に変なこと考えないの。これより鳥の儀を始める選べた生徒は集合するように。さあリンクいってらっしゃい。ああゼルダが応援してくれてる。これは負けるわけにいかねえな。結構大々的にやるね。こんななんか飛行機雲みたいな演出まで。4人だけ4人だけなんだ。それではただいまより、今期の鳥乗りの儀を行う。もう少しでリンクは欠場になるところだったが、無事に成立されてよかったな。では初めにルールを説明する。今から鳥の彫像をつけたこのロフトバードを放つ。私の合図でスタート位置からダッシュ、そしてそのまま空にダイビングして鳥に乗ってもらう。ダイビングしたらすぐに、下で鳥を呼ぶのを忘れないように。それで飛行していち早くこの鳥に追いつき、彫像を手にした者が優勝者だ。こいつを追えばいいんだな、この黄色い鳥。はい。よし、これに優勝した者は、騎士学校の高等部に進級。さらに栄誉の品が贈られる。その品は女神役に選ばれた者から手渡されるのだが、創立25周年にあたる今年は、特別なあの女神像の上で授与される。また今年は女神役の希望により、なんと彼女の手作りの品が贈られる。そして知っての通り女神役は、ゼルダと。かわいいな。みんな冷え頃の成果を。めっちゃ笑ってるじゃん、あいつ。本当に腹立たしいな。くれぐれも物を投げたり、体当たりなどせぬように。良いか、バド。よし。勝つか。まずはダッシュだな。ゼルダずっと笑ってないけど。あ、待って。開始の合図は。で、下の押して、乗ると。で、ここからジャイト操作よ。俺負けないから。あ、いた。ちょっと上昇して、こうか。上昇して、で、タック。こう。いいよ。アタックも行こう。ちょっと俺のだぞ。お前ら手を出すな、俺の彫像に。くそ。これクソむずいんだけど。お前ら早いな、意外と。やるな。この中。お、オッケー。妨害、妨害。体当たりなしって言ったけど、妨害するぞ、俺は。負ける、負ける、普通に。嫌だ、俺負けたくない。もう、このままじゃ勝てない。頑張れ、俺。先読み。おら！どこ行ってる？みんな、これ笑わないでくれ。俺、真面目だからね、至って。至って真剣なんだ、俺は。ちょっと待って。あいつ、バド。お前邪魔だ！よっしゃ。倒せる。いけるぞ。いけるいける。いけるいける。いけないの、今の。ちょっと待って。むずい、これ。ここうわー、通り過ぎちゃった。いける。いける。捕まえる？あ、捕まえるとかあんの？そんなの聞いてない。オッケー！勝った？あ、おめえ、俺の優勝してますんじゃねえ。やめろ。俺の、はい、はい、失格、あいつ。バロさんの邪魔をするな、これでも食らえた。おい！物を投げんなってたろ、お前。ゴミか、こいつら、マジで。勝つために何でもすんだな。これなんか、マジで投げてきてる。ふっざ。普通に近づけばいいから、焦んなくていい。焦るな。もう、なんなのこいつらマジで。決め。あ、なるほど。あの卵はアタックで消せっていう。はい、勝ち。なんか勝ちでしょ。はい。はい、鳥の頂上ゲットと、鳥の麦の優勝者の証、誰でも喜んでくれるに違いない。おめえら何も知れないな。大丈夫か？これで俺に勝とうとしたのね。その程度の実力で。リンク。もうリンクは俺だけしかもう応援しない。あ、これはキャッチ、ナイスキャッチ。ゼルダ結構あれだな。天真爛漫っていうのが大丈夫。ああ、もう、リンク優勝。何このギャルゲー。何見せられてるんだろう、本当に。これゼルダだよな。さあ、儀式よ。女神座の手のひらでいきましょう。ブレワイではこんな表情全く見せなかったしな。トアプリのゼルダはね、もう完全に王だからな。さっき手に入れた鳥の彫像を私に女神像の祭壇に捧げるわ。オッケー。さあ、ここから演奏が始まるのかな。二人きりの時間ですよ、これ。おお。これスカオのテーマだね、多分。ってやつ。そしておいにしえより我らを守り導きたる女神よ、あなたのになり代わり取り行います。義にどうかお許しと祝福を。今もとにこれどこをどうやって登ったんだろう、これは。女神像の上、鳥人の宴にて勝利を示してはこうで、古き世は習わしに従い女神より祝福を捧げます。これよりのうちもそなたと、そして結ばれし鳥に良き空があらんこと。ほう、あ、来た。これがパラショールか。あ、ゼルダがずっとまとってたんですね、パラショール。うわぁ、空を舞い降りる白き頬、そなたの手に。いい匂いがするんだろうな。パラショールを手に入れた。これで高い場所からでも安全に着地することができる。ほのかにいい香り。もう何このゼルダの顔、これダメでしょ。もう神聖な儀式なのにそんなおふざけしちゃうんだから。そのパラショールはね、昔は、女神様から選ばれし者に与えられた品だったんですって。もちろんそれは女神様じゃなくて、私が今日の優勝者のために一生懸命作ったんだけど、あなたに渡せてよかった。これもしバドだったらバドに渡すんだろうな。どういう気持ちなんだろうな。逆に見てみたいけど、ね、ありがとうリンク、私との約束守ってくれて。もちろんだよ。さあ、儀式の際、何をするかもう分かってるわよね。何これ、わかんないっす。何すんのゼルダ。あら、そう、意外と鈍いのな。何これ。接吻ですか。お、ちっか。いや、もうこれ、もち、こっから飛び降りるの。なんそれ。ほら、女神像の前に円の形になってる石畳が見えるでしょう。あそこの中心にうまく乗る。飛び降りたら地面に着地する直前に ZR を押して、パラショール。ZR なんだ。かっこよくギリギリでショールを開いてあなたの優勝にしてほしい。じゃあいいよね。OK。なんだよー。チューじゃねえのかよ。ふざけんなよ、マジで。あ。なになに、どこ行ってんの？あれ？待って、ごめん。ごめんね。あれ、失敗しちゃったの。ダイビング中は姿勢を傾けることでバランスを取りながら飛び降りる方向を変えることできる。これもまたジャイロ？あ、傾けるんだ、やっぱ。さっきのあれ何だったの？なんか、何も俺傾けてないのに、なんか端っこの方行っちゃったわ。よし。これでなんか便利な物が手に入っていいっすね。うまくできたわね。さすがリンク。リンクずっと笑ってんな。お、俺のロフトバードの赤と青ですよ、これ。挙式紫ですよ、これ。ねえリンク。せっかく優勝したんだし。いいことはしない？ダメ？そういう展開。一応これセロ対象 A だから、万人、全年齢対象だからね。そんな無茶なことできないよね。少し空の散歩してから帰らない。うわぁ。もう、メスの香りがプンプンしますわ。まあ、これでね、デートしてるわけですよ、僕たちは。バドは指をくわえて見てんだろうな。いい君だ。ねえリンク。ねえ、リンク。どうした嫁。私絶対今日のこと忘れない。あなたがとっても上手に飛んで優勝した姿。二人で一緒の鳥のいのぎ。本当に素敵な日だった。なんかもう終わりそうな雰囲気出てんだこれ物語。ただこれなんか不穏な雰囲気なんだよな。あのリンクちょっと不穏じゃねえ。なんか私ね。ほらほら当たったんだけど。絶対不穏な、あれだったわ。なんかこう、終わりそうな雰囲気出てたじゃん。当たってるんですよね、僕のこの、洞察力。さすが。何なのこれ。あれかな。序盤に出てきた、サメ肌みたいなやつかな。リンクー。痛そう。まあ、リンクよりも鳥の方が痛そうだけどな。これ夢の中また。まだっす。リンク。この声さっきなんかね、序盤にもあったよね。夢の中で。あこいつまさか。スマブラで見たことあるよ、これ。あなたを待ってます。目覚めの時は訪れました。大いなる使命のため、あなたの力が必要とされています。リンク。おゼルダさらわれちゃったか。お、なにこれ。反転術式。あっ雨肌だ。食われちまった。ゼルダが。目が覚めたか。ゲポラさん、好調だね。ちょっとあなたの娘さんが食われました。気絶したお前をロフトバードが連れて帰っているときは肝を冷やしたが、運よくお前にもロフトバードにも怪我はなかったようだ。ともかく無事でよかった。ただ、ゼルダが、リンク、ゼルダはどうした？お前と共におったの？いや、聞かないでくれ、もう。やるせない気持ちだな、これ。娘は、どうなった？なんだったのあれ。あの黒い化け物なんだあれ。あれと今後戦うのか俺。風味。黒き竜巻。普通の嵐ではなさそうだな。特別な力が働いている。ガノンかなやっぱり。まだ無理をしてはいかん。リンク。ゼルダの様子だが、あの子はいつもと変わらぬようであったか。喋ってる。ボディーラングエージが止まんねえ、リンク。ふむ、ゼルダが大地と言っておったか。そしてお前は同じ夢を何度もな。大いなる使命、ウーム。ウーム、いや、すまる。少し気になることがあっての。しかし、おそらく関係はなかろうて。ゼルダのことだからロフトバタと共にあるのならば、きっと大丈夫であろう。どの道夜の操作が難しい。光が乏しく夜目では見つかるものも見つからん。ゼルダは大地に多分到達しちゃったのかな。さらわれてんだろうな。リンクよ、ゼルダは大丈夫だ。あの子は必ず生きておる。必ずな。まあ今は信じることしかできないよな。ゼルダもなんか声が聞こえるって言ったし、リンクも夢の中で問いかけられると。で、それになんかね、思い当たる節がある。っていうのを、校長は言ってました。それと何かがつながる。ほら、声が聞こえる。声が聞こえる方へ行こうか。